シアルブラザーズ。イン、サタンの部屋。よく行けば重心化予想をやってくってやつで、というわけでね、もう早速やっていくんだけども、これモンストフリーク、まあ、8周年まであと1週間。いやマジもうあっという間すぎる本当に。まあ、いろんな予想動画出してきてるけども、やっぱこの時期が、まあ、一番楽しいよな。まあそれはまあ、当日が一番楽しいんだけど、今回あと1週間というと、まあ、思い当たるものがあるよな。今多分結構もう話題になってると思うんだけど、これが重心化予想に影響する情報が出てくる時期となっているということで、まずこれを見てもらうと、こんな感じになっていて、フラパ&周年当日高難易度ということで、これ簡単に説明すると、まあ、フラパとか周年の大イベントのモンストニュースで、まあ、限定モンスターの重心化なりが発表されます。で、その後に降臨している、絶級のモンスター、まあ、高難易度になっているぜ。で、これが、まあ、その時重心化した限定モンスターが大小あるけども、結構ハマっているということで、まあ、これが、予想の参考になるんじゃないかなというところなんだよな。まあこれ簡単に振り返っていくと、2018年、エデン、ルシファー。これはマジでハマった。本当に強かった。いや、あんなに難しかったエデンをルシファーこんなに簡単に壊すんだっていう、記憶があるぜ。で、次、アポカリプス。うん、これアーサー強かったわ。友情コンボもぶっ刺さるし、相当良かったよ、これは。で、2019年が、ちょっとよ。なんかまあ微妙な感じはあるんだけど、混合ヤシャミ王、確かにガブリエルは強い。俺玉露でも結構使ってた記憶があるな、最初の方は。まあ、だけど、まあ完璧なる適性というわけではないような感じはあるぜ。で、次、ノストラダムス。これ過激盛ることによって超マインスイーパーがマリステン界にまあ刺さるというか、まあ、雑魚処理もできるということで、まあ、超マインスイーパー M 強い。ノストラダムス逆属性なのにいけんのというふうな、まあ、感じはあって、結構ノストラ強いとなってな。で、次、2020年のこれね、モンストフリークではアカシャ海が、このねパンドラハマったということで、まあ、超アンチ重力バリアで動きまくってマインスイッパーで、まあ、ボーンと殴る、確かに強かったわ。で、次、2020年の、これ周年&フラパの方ではアンチテーゼに該当者なし、アンチテーゼにそのハマったやついなかったんだよな、これが。で、まあ、見てもらうと、その日に、まあ、ラウドラも降臨してんだけど、まあ、ラウドラにハマったのもいなかったな、そんなに。激ハマりしたのは。まあ、そんな感じになっていて、いや、だから案外よ、もうこのルールもうないんかなと。タイムシフトもあるし、ストックもあるし、もうあんまりまあ、このルールはもういいのかなと思ったら、今年の、このフラパの方では、カイリにザドキエルがハマったということで、あれやっぱあるんじゃねと。だけど、まあ、天使いっぱい重心化したし、まあ、このザドキエルって結構いろんなところ行けるから、これハマったんか、よくわからんけど、まあ、確かにすげえ強かった。というかよ、何これヒヒーロかね、なんでこんないっぱい降臨してんのこの、こういう日に。わからんけど。で、今年はどうなのかというと、こいつ、マーチ、やっできたわ。ちょっと待ってくれ、マーチは来てほしくなかった。いや、これはまあまあ逆に良かったんかな。で、他には10月3日の当日高難易度ではシュリンガーラがいんのよ。11時から13時、まあ、これによってモーセやラファエルも十分考えられるし、これ次ね、モンストニュースの後10時というすごくいい時間にマーチが降臨しているということで、ソロモンの可能性が特に高まったのかもしれない。だけどこれは本当に容易に予想できる。今のこの神化ソロモンの方にアンチ減速壁ついて、これベースで重心化すれば、もうここにドハマりじゃねえか。これは罠でしょ。これないんじゃないかな。だから今回はそう考えて、で、個人的にモーセは揺るがないと思ってるから、やっぱり変わらず限定の重心化はこいつらかな。いや、だってよ、もうそこはもうソロモン入れずに、なんかもう余計なことせずに、順番的にこの2人をしてあげたいと、俺は思ってる。しかもソロモンって新春限定キャラで、やっぱフラパでやってほしいかな。しかも今年って、やっぱりその新春限定やらないような感じあるよな。去年、パンドラとマナやってしまったから、まあ、来年ぶちかましていくんだろうという可能性に俺はかけるわ。
モーセと小町、特に小町分岐頼んだわ本当に。まあ、ということで、次回やると言っていた獣神化海洋層をやっていくぜ。でこの2体の限定モンスターを、まあ、ベースとした場合に、残りのモンスター何になるのかっていうのをもう10時間以上考えたのよ。本当に全然寝てないから。でまず初めに何も考えずに動画作ってた、これ一番左、ラファエルとミカエル。いや待って、属性丸かぶりダメだろ、これ絶対ダメだろマジで。でこれ残りの組み合わせが、まあ、全員 X になっていると。で X って運営すごい好きで、まあ、大イベントに入れがち、まあ、というのが、この X っていうのはイラストがほぼ一緒で色が違うだけで、まあ、別モンスターになっていると。他の獣神化界のモンスターを2体用意するよりは結構、比較的楽に2体用意できるはず、まあ、そういうのを普段のモンストニュースとかでやるよりは大イベントであって、なんかもういつものよりも負担少なめに2体用意できるということで、まあ、お得感もあるし、まあ、それで今回もやってくんじゃねえかなと。まあ、実際にハーレーとかアグナグートも、周年とかフラパで発表されているぜ。まあ、そういう風になってんだな、これが。で、このアポロルートを見てみると、これいい感じに、限定の属性が合わない。このね、緑の方が限定なんだけども、属性が合わなくて、このアポロルートはいいわねってなっていて、で、このランスロルートは、いや、また属性丸かぶり、またかばるかぶ、またかる、ま、丸かぶり。で、次、信長ルート。信長はもっと後かな、これは来年のフラパとかそこら辺できてもいいかなって感じもするし、まあ、限定がモーセとかぶっているということで、まあ、これはちょっと、ないのかなと。やっぱり、アポロかなって、思うんだよな、これが。なんかすげえ迷うから、今もうアポロに決めてから5時間ぐらい、動画作ろうかすげえ迷ってる今状況。どうすりゃいいのこれ。で、だけどよ、よくよく考えると、まあ、俺の獣神化予想って重要なのが、っていう感じ。運営ってこれよく狙ってくるから、獣神化情報持ってまいりましたー。アポロイトの獣神化さまさーん。アポロか。乱走じゃなかったか。アポロって、持ってた？持ってないわ。持ってないわ。しかもこれ、緑の方って限定なんこれ。っていうこの感じが、まあ、結構リアルで、アポロはやっぱまあ抜擢なのかなというふうに俺は考えたぜ。で、最後に、ね。で、残り X を除いた、まあ、限定ではない、まあ、X も限定じゃないやついるんだけども、限定ではない工場のガチャゲンの獣神化界の予想は、こいつ！サタン！俺！でしょ！モンストの中でも重要な位置を占めるキャラ。ここを逃すと大イベントは当分なく、かわいそうな扱いを受けそう。いや、マジで来年の2月のようわからん、なんか、ちょっと軽めの大イベントとかでやるの嫌よ、本当に。ここじゃない、本当。しかもよ、ま、いろいろ見て、闇属性の獣神化も、本当にここ逃すと結構早めにサタン来ちゃうのよ、獣神化会が。その場合、本当によくわからんとこで発表されるから、まあ、5年前のこの時期に獣神化してんだから、していいんじゃないの？獣神化界。それで全属性キラー、L とかつけて。マジで。いや、これはほんと期待してるから。マジよ。本当に。というわけで、まあ、これが、前回やった獣神化予想の、まあ、普通のガチャゲンのモンスターなんだけども、さっきの合わせると、なんと、光属性がいない。いや、マジかよ。嘘だろ。うわー、これ、ますますソロモンの可能性出てきた。いや、まあ、認めたくねえ、それは。だからもう、スクルドを外して、宮本武蔵入れるかもしれん。入れるか。まあ、一応また、周年寸前で、まあ、まとめてバンって、その最終段階出すと思うんだけど、まあ、もう、これもほぼ最終段階なんだけども、いやー、スクルド宮本さんか。そうした場合、宮本とオベロンとペリー全員 PV 映えするタイプ。いや、むずい。本当にむずい。いつも通り、1、2体当てたいけども、今回過去最高レベルで難しいと個人的に思ってる。みんなの意見ほんと待ってるぜ。では今回ここまでさせてもらおうぜ。次の回でおうぜ。あばよ。